それでは早速ですが、私の発表の方に入らせていただきます。今回私からは XAI、説明可能な AI の必要性についてお話しします。こちらが私のプロフィールです。もともとは機械学習のアルゴリズムを大学院で研究しており、博士課程の途中で起業しました。現在は立ち上げた会社を売却した先で CTO として勤務しています。今まで主にプロダクト開発やデータサイエンスチームの立ち上げや支援を行ってきました。 で業務外では、この勉強会の開催であったりとか、YouTube やノートで機械学習やスクラムの話を解説していたりします。今回の内容です。今回は3つのセクションでお話ししようと思っています。1つが機械学習で説明責任が求められる背景。2つ目が XAI と2つの説明で。最後に説明可能性は本当に必要かどうかということについてお話しします。はい、まず最初の機械学習で説明責任が求められる背景についてお話しします。 まあ最近だとディープラーニングなどの高度なアルゴリズムや、えー、高性能な計算マシン GPU などが安価で手に入ったりであったりとかそして大量のデータが手に入るようになって高性能な AI がどんどん登場しているっていうような状況ですと。で、まあ、出てきている AI とかもはや高性能な AI に判断を任せてしまえばすべてがうまくような感じもしてくるわけですね。 正当率が99%の AI がもしあるのであったら、それを使ってしまえば、人間の判断なんていらないんじゃないかっていうようなことが出てきたりしますと。ただ、えー、とここで1つ問題が出てくるシチュエーションがありますと。えー、実際はこう AI が出してきた予測結果とかをそのまま使おうとしても、AI がなんでその判断をしたのか理由をつけられないと、AI の判断自体を受け入れることっていうのは難しかったりするんですね。 例えばビジネスで意思決定をするときに高性能だけど中身がよく分かってない AI の言うことをそのまま上司に AI がこういうふうに言ったんでこれをやっていきましょうみたいなことを言った提案したとしても導き出された結論 AI から導き出された結論に対する根拠がその人が説明できないのであったらそのプランとかは使えないよねっていうふうな判断になってしまうとある意味こう AI のことをそのまま信じて 提案するっていうこと自体が無責任だと思われてしまうこともあったりするということですね。で、えー、AI に対する説明責任っていうものは、人間が納得する必要があるときや、AI により導き出された結果を用いて、次に人間が何かしらのアクションを起こすときとか、あとは AI が正しい挙動をそもそもしているのかどうかを理解したいときなどに必要になってきます。 AI の説明責任が必要な場面っていうのは、先ほどのビジネスの例みたいなもの以外に、医療の例とかがよく出されることが多いですね。例えば、こう、ガンだと診断されましたと。お医者さんがガンだと言ってきましたと。で、お医者さんに対して、え、どういうところがガンなんですかなんでガンなんですかって聞いたときに、お医者さんが、これは AI が判断したから、まあ、具体的にはわかりませんとか、ブラックボックスですみたいなことを言われたら、そのお医者さんの言ってることって信頼はできなくなってしまいますよね。こういうシチュエーションが、医療の現場であったりとか、あとは、こう、 テロリストの検知とか、もうよく言われたりするんですけれども、いなんかこう、発見されたからといって、テロリストを制圧しに行くぞみたいなことをやって、こう、社会が破滅してしまうみたいな、その結構慎重に動かないといけないところに関しては、やっぱり、えー、と AI がなんでそういうふうに判断したのか、どういう根拠を持って予測をしたかっていうことを説明する必要性が出てくるんですね。こういう時が AI に対する説明責任が問われるような場面になっています。で 冒頭で述べたように、アルゴリズムは非常に飛躍的な進化を遂げています。それによって AI というものはすごい予測精度が高いものがどんどん出てきているというような状態です。ただ、AI の性能の進化とともに、AI で使われているモデルの複雑化がかなり進んでいます。その結果、AI のモデルの中身っていうのがブラックボックス化してきており、ブラックボックス化がかなり深刻な状況になってきています。 AI を使う人たちは、高精度の、A、予測ができる AI が、必ずしも人間への説明が得意ではないことを知っておく必要があります。我々が AI っていうものは、予測は得意だけれども、AI っていうのは説明は別に得意ではないんだよってことを知る必要があるということです。AI の中で、まあ、微分だったり積分だったりっていうので、最適化された妥当な予測だったとしても、人間には難しすぎて理解ができないということですね。 でこれが AI がブラックボックスだと言われるゆえんとなっております。このブラックボックスをできる限り説明できるようにしたいというのが、説明可能な AI、XAI と呼ばれるものです。では、ここからは XAI と2つの説明についてお話しします。XAI は ExplainableAI の略で、ここ数年で特に注目されてきている技術となっています。 例えば、インプットが2で AI から導き出された答えが6だった場合に AI がこれっていうのは y イコール 3x で計算しましたっていうふうに説明してくれるのであれば人間でも理解しやすいですよね。なので y イコール 3x のように導き出すプロセスっていうものを説明することが重要になってくる。xAI では。で、ちょっとあもう少し、えー、機械学習の挙動っていうものをイメージできるように教師あり学習を例にして機械学習の 目的を簡単に説明しようと思います教師あり学習の機械学習ではインプットとアウトプットがありますと。左のインプットを入れてアウトプットが出てくるっていう。で、その間に何かしらの未知の関数があるというようなイメージですね。EC サイトとかの例で言うならばインプットは購買履歴だったりしてアウトプットは、まあ、特定のユーザーが 実際に商品を買うかどうかというものがあったりしますで、インプットが何かしらの未知の関数をで変換された結果、アウトプットが出てくるという構造、この構造を機械学習で解き明かしていくというのが、機械学習の目的となります。つまり、このフローの真ん中の関数を推定するというのが機械学習なんですね。 与えられているのはインプットとアウトプットで、真ん中の未知の関数はよくわからない。なので、機械学習ではインプットとアウトプットをもとに、どんな関数で変換されているかどうかっていうのを学習していきます。もちろん、あのインプットとアウトプットっていうのは、すべての変換のパターンをデータとして保存しているわけではないので、元の未知の関数を完全に再現できるわけではないんですね。なので もともとこういう未知の関数があったときに、それにできるだけ近いであろう関数を学習していくというような形です。で、XAI では何をしていくかっていうと、学習してできたこの関数っていうのはどんな関数なんですかっていうのを、人に説明していくことが目的となってきます。で、ここで学習した関数を説明するときに問題が出てくるんですね。 学習した関数が線形のような単純なものであったら簡単に説明できます。先ほどの y イコール 3x のような例だと簡単に説明できますと。ただ、学習した関数が複雑な関数になってくると説明が難しいですと。ここで曲がって、ここで上がって、ここで下がってみたいなことは言葉で説明するのは難しいんですね。強調しておくこととしては、人間が理解できるように説明することが必要となるということですね。 なので、人間がその関数のことを理解できなければ、説明可能性は低いという話になっています。で次に、えっと、説明っていっても、どんな説明があるのというところで、2つの説明について、えー、お話ししようと思います。で1つは、帯域的な説明で、モデル全体の振る舞いを説明するものです。でフィーチャーインポータンスとか、聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれないですが、フィーチャーインポータンスと呼ばれるものがよく使われているものです。字に不純度。 という指標を使ったり、特徴量を増減して予測の精度の変化を見ることでモ、モデル自体全体が振る舞いとして何を重視しながら予測をしているかというものを明らかにしていくのが対域的な説明です。で、もう一つが局所的な説明となっており、局所的な説明に関しては、えー、特定のインプットがどのようなプロセスを得てアウトプットになったかを説明するのを目的とします。 有名なアルゴリズムとしては、局所的な線形近似を行うライムであったりとか、協力ゲーム理論の公平な分配方法を用いたシャープなどがあります。シャープレイバリューというものを用いたものですね。モデル全体を知らなくてもいいから、ある予測がどんな根拠で出てきたかを知りたい場合などに、局所的な説明が役に立つということです。待機的な説明と局所的な説明が出てきたときに、 全体が説明できる、大気的説明の方がいいんではないかというふうに思う人もいるかもしれないんですけれども、そもそも大気的な説明と局所的な説明というのは目的が異なるので、どちらが秀でているかという話では全然ないんですね。でちょっと、えー、局所的な説明に関して、少し分かりにくかったと思うので、少しだけ補足しますね。で 教師あり学習っていうのは、まあ、こんなふうなグラフになってたりしますと、えー、こっちが正で、こっちが不でみたいな、ポジティブネ、ネガティブっていうものが、こういうふうに分布していて、ここの境界を人間が理解できるように言葉で説明するっていうのは非常に難しいです。なので、えー、局所的な説明においては、このぐねぐねしたような曲線っていうものを頑張って表そうとはしないんですね。で、何をするかっていうと、まあ、一部分だけ見ましょうと。インプットを一つだけ見て、ここの、 緑色のものを見て、ここが、例えば、正だと判断された場合、ポジティブだと判断された場合、その根拠って何ですかみたいなところを知れるようにしていくっていうのが局所的な説明になってきます。で、えっと、よくやられるやり方としては、まあ、局所的な、今回対象とするような予測があったときに、その周辺の性とか負っていうものの判断、もともとのデータっていうものを用いて、 で簡単なモデルである線形モデルなどを用いて近似してで、それによって境界の条件を人間が分かるように説明してあげるということをやったりしますで。これによって局所的な説明は人間が理解できる一、まあ、つの予測に対して人間ができ理解できるような説明を提供してあげるということです、はい。ここまで説明可能性などについて話してきたのですが、そもそも説明可能性が本当に必要かどうかについて最後お話ししようと思います。 もし AI を使う目的が AI によって予測精度をとにかく高くしたいというものであれば人間が無理に理解できるようにしないという判断ももちろんあるんですね。で、説明可能なモデルにこだわりすぎてしまうと人間の理解の限界がモデルの限界を決めてしまいます。その結果、高精度の予測ではなくそこそこの予測のモデルになってしまうということになります。 ただ、これって逆に予測精度はそこそこでいいので、説明可能性を重視するという選択肢もありうるということなんですね。でこれらはその予測の精度であったりとか、説明,の説明可能性に関しては、一般的にトレードオフの関係になるので、ブラックボックスで高い精度の予測モデルがいいのか、それともそこそこの精度で説明可能な予測モデルがいいのか、プロジェクトの目的に合わせて考えてみる必要があります。 でもし説明可能性よりも予測精度が重要だということであれば、モデルのブラックボックス性も許容することとなりますで。その場合、モデルが不当に高い予測精度になっていないかについて気をつける必要があります。高い精度だったけれど、よくよく調べてみると、オーバーフィッティングやリーケージが発生しているなんて話は結構よくある話なんですね。なので、こうならないためにも、オーバーフィッティングをつけるためにクロスバリデーションをしてみたりであったりとか、 あとはリーケージを避けるためにデータの時系列情報を用いてデータを絞り込んだりとかする必要が出てきます。特にリーケージに関しては気づけないことも多いため注意が必要です。隠れとかの有名なコンペティションだったとしても、後からリーケージが発生していたみたいなことって結構過去にも何回かあったりしたんですね。とか、あとは、えー、と有名な機械学習の研究者が出した論文っていうのが、後からリーケージが発生しているっていうこと。 が判明してで論文を差し替えたみたいなこともあったりします。で、理系人に関しては一概に簡単に削除するということができなかったりするので、慎重にこうデータを見ていかないといけないということです。はい、今回の私の話のまとめをします。ai は予測は得意であるけれど、必ずしも人間がわかるように予測モデルを説明してくれるわけではありません。 そのため AI が導き出した予測結果を用いて何かしらのアクションを人間が取る場合などは AI がなぜその予測結果を出したのかを人間が理解する必要が出てきます。そこで出てくるのが今回のテーマである説明可能な AI、XAI ですと。XAI では人間が理解しやすいモデルを使って AI を表現していきます。大きく分けて2種類の説明があり、一つが対極的な説明でモデル全体の振り舞いを説明するもの。 もう一つが局所的な説明で、特定のインプットに対する予測の過程を説明するものです。XAI は必ずしも必要というわけではなく、AI のブラックボックスを許容して、えー、説明可能性を捨てて、予測精度をとにかく向上させるという選択肢もあります。ブラックボックス性を許容するのであれば、オーバーフィッティングやリーケージが分かりにくくなることもあるので、特に気をつけておく必要があります。ということです。 で今回あの、時間が限られていたのであの、細かいところまで説明できなかったんですけれども、えー、参考として、まあ、私が YouTube やノートで解説している動画もあるので、こちらも、えー、参照してみてください。